日南市漁業協同組合三さばき所で2013年の初競りが1月4日に行われ、昨年の初競りよりも多いおよそ6100キロの水揚げがありました。初競りには地元仲買人や関係者などおよそ70人が集まり、にぎわいを見せていました。ご参加いただきまして誠にありがとうございます。はじめに浜上貢組合長が、燃料高騰や漁獲量の減少、震災の影響などで厳しい状況に置かれていますが、今年は豊漁を願っていますと挨拶を述べました。よーい。三本締めをした後、初競りが開始され、ご祝儀相場では豊岬沖で取れたカツオが1キログラムあたり2000円で競り落とされました。日南市漁業協同組合による昨年の水揚げ量は9791トンで、おととしの水揚げ量を660トン下回りました。漁協は威勢のいい掛け声が響き渡り、活気に包まれていました。